八幡犬くんのジオ覚えようキャンペーン。今日はハンチハンカチを使っていろいろなジオを覚えてみよう。はい、ポーズ。本日、会市の営業部長である八幡犬くんがジオ覚えようキャンペーンを行うとのことです。ただいまこちらでは教育長と山形第二さんが打ち合わせを行っているとのことですので、一言いただきましょう。チッ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 。いいよ。ありがとうございます。こんにちは。八幡犬くんが字を覚えようキャンペーンを始めるそうですが、一言いただけますでしょうか。ではお願いします。拙者は山形第二じゃ。会市の子供たちに必要なのは国語力の向上じゃ。はい、では続いて教育長お願いいたします。はい、今年はコロナの影響で学校が長い間お休みになり、勉強が思うように進まなかった子もいると思います。運動会も終わり、さあここから改めて学ぶことへの興味を、はい、長くなりそうですので早速現場に向かいます。おーい、人の話は最後まで聞くもんだぞ。こちらの部屋で字を覚えようキャンペーンが行われる模様です。会場に入ります。チッ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 。いいよ。ありがとうございます。はい、みんな、コロナに負けず頑張っていますか？今年は1学期からすぐに学校が始まらなかったり、家からあんまり出られなかったり、そしてみんなが楽しみにしていた運動会が半日になったりと大変でしたね。八幡犬くんもイベントがあんまりなくて出番が少なかったでしょう。うんうん。え？ずっとステイホームだった？そうだね、みんなお家にいたからね。よく頑張ってきましたね。それじゃあみんな、この漢字ハンカチを覚えていますか？今年の6月に学校から配ってもらったこの漢字ハンカチ、1年生で覚える漢字80字が書いてあります。はーい。はい、池山さん。ハンカチ見ながら覚えました。はい。はい、千田くん。お父さんとお母さんとハンカチで漢字クイズをやりました。え、なになに？よく頑張ったね。僕は嬉しいよ。そうだね、この漢字ハンカチを使って勉強してくれたんだったら嬉しいですよね。そしたら今日はこの漢字ハンカチを使ってジェスチャーゲームをしたいと思います。はい。はい、前川さん。ジェスチャーゲームって何ですか？はい、それはですね、今から八幡犬くんが体を動かしたり何かの形を作ったりします。その動きを見てこの漢字ハンカチに書かれてある字を当ててください。はい。はい、朝日くん。八幡犬くんの動きを見て何の漢字かを当てるんですね。はい、その通りです。はい、それでは始めましょうか。私がスタートと言ったら八幡犬くんがジェスチャーを始めます。その動きを見てこの漢字ハンカチに書かれてある字を当ててみてください。スタート。はい、何をやってるのかな。これぐらいの大きさは何かな。はい。はい、千田くん。頭を撫でています。はい、誰の頭を撫でてるのかな。はい。はい、前川さん。子供だから子供の子。はい、正解です。正解は子供の子でした。よくできました。では次です。スタート。はい。はい、池山さん。窓です。
はい。はい、朝日くん。雲です。雲を見てるけど、この漢字ハンカチの中にはないかな。はいはい。はい、丸川さん。空です。はい、正解です。正解は空でした。よくできました。ではもう一ついきましょう。スタート。歩いていると何か見つけた。驚いた。驚いてる。怖いのかな。やはたいぬくん、ちょっと難しいかな。もう一回やってみよう。歩いていると、あ、何か見つけたよ。驚いてるのかな。何か捕まえた。何かな。はい、はいはいはい。はい、あさひくん。トンボです。頑張ろう。